オーシャン応援団。はいどうも、こんばんは。こんばんは。オーシャン応援団始まりましたけども。はい。はい、いやー今日は収録でして。そうなんですよ。はい。ちょっと朝の方で撮ろうかななんてね、はい、思ってるんですけども。おはようございます。おはようございます ね。聞いてる方は夜なんだよなこれな。そうそうそう変わらずにね、20時から21時の間で放送しております。はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、いや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 、うん、朝だわもう本当に早いな朝、うん、あのね、うん、俺今、うん、ラジオ来る前に、うん、その FM ウルマの隣の中央マート、中央マートってわかる？FM ウルマの隣、うん、この今いる FM ウルマの隣の中央マート、あっち行ったことある？ないの？ないの？え、ないの？どうなの？いや、あっちよ。あの、惣菜とか売ってるところでしょ。おー、もう惣菜マニアの俺からしたらもう惣菜マニアなの？そうそうそう、君は宝の山だったよ、もう完全に。そうなんだ。で、何今日これを買ってきたわけ？ご飯今日これを買って、さっき食ってたでしょ、俺。あー、そばとおにぎり食ってたな。そばとおにぎりとチーズメンチカツよ。シャニ食うやし、朝から。いやー、美味しかったよ。朝からシャニ食うな。やっぱね、朝の、うん、そのそばは、うん、いいな。間違いない。間違いないよ。うん。あのね、建築業の方がよく朝買うでしょ、弁当屋で。買うね。うん、あれを食ったら、やっぱそれできるわ、仕事。なるほどね、うん、パワーというかね、パワーをね、力がつくんだな。そう、でももう朝の建築業の方が買うランキング、うん、もう1位そばなのかな。多分沖縄そばとポーク卵じゃない？それなんか取りたいな、集計な。なんかな、その、うん、朝弁当何買いますかっていうこの建築業ランキングみたいなのね、うんうんうん、やったらその2トップだよな。建築業ランキングと、うん、あとなんかその飲み屋のキャッチランキングだな多分。ああ朝終わって、朝終わって、うん、どうだったの実際。俺はもう、うん、だからその太った芸人もなったんだけど、うんうんうん、あのね、そのキャッチしてる時の合間に俺まず弁当屋が開いてたから、うん、夜中の2時3時とかに開いてるから、うん、そこに俺走って買いに行って、うん、100円そばとポーク卵、うん、で、あとロング缶のミルクティーをこの3つ。うわ、もう太るなこれ。新規の神器って呼ばれてたやつなんだけど、うんうんうん、でそれを作って平らげて、うん、で6時まで仕事やるでしょ。朝6時までやって、で送迎が終わって、うん、送迎終わった後に、うん、またこう帰りながら弁当屋寄って、うん、そばとおにぎり食って、うん、俺帰って寝てたっていう。またそばとおにぎり。そう、やば。いや、1日で炭水化物どんだけ取るば。1日でっていうかもうこの短時間 で怖いなぁ。いやだ、久しぶりの100円そば食ったよ。やっぱ美味しかった。美味しかった。この場所によってやっぱ味違うのかな、100円そば。いや、あのね、麺の、うん、まあ種類とか俺そんなに変わんないと思うわけ、うん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 、ただ出汁とかはね若干違うな。やっぱ違う、やっぱ濃ゆい出汁と、うん、あっさりした出汁とかもやっぱいろいろ。やっぱ朝はあっさりが欲しいな。沖縄市結構あっさりしてたよ。あ、そうなんだ、沖縄市。うん、うん、あのね、今日食べたのは、うん、あの俺が一番好きなやつだね。あ、そうなの。カツオ醤油ベースっていうんですか、ちょっとこってりだった、ちょっとこってりな感じ。なるほどね。にその紅生姜入れて、うん、こうさ、ちょっと紅生姜で酸味出しながら、うん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 、その味を残したままおにぎりをかじるっていうの。どうする、このさ、自分が初めて、今日こっち初めて行ったでしょ。初めて行った。初めて行って。初めてじゃない、俺何回か行ってるよ俺実は。じゃあ初めて行くところで、うん、朝よ、うん、まあどっか収録とかあって、うん、バーって買うさ、うん、でいざ食べようと思ったら、食べようと思ったら天下一品ぐらいこってりだったら。あー、天下一品のね、こってり、こってりもうドロドロだよあれね。朝か。朝はあれは俺ちょっとな、苦手だな。あれ飲み干す人すごいよ。あれ飲み干す人すごいよな。あれマジで。いやでも俺普通に夜とか食べたら飲み干すタイプ。あの、まあ美味しいんだけど、うん、ちょっとガッてくるような、なんか。いやだから、うん、もうスープ飲み切ってまで、うん、がラーメン食べてになるから。あー、言うよね。麺だけ食ったらもうラーメン食べてに入んないからさ、うんうんうん、で俺ピーチキャッスルの東原さんに言われたんだけど。なんかさ、
ラーメンつぶる人最近多くない？ラーメンつぶる人、うん、例えばなんかさ、あのスープから飲まないとダメみたいな、なんかあるさ、ラーメンって。いや、ないでしょっていう、なんかわかる？なんかそういう流れみたいのできてんのわかる？今わからんわからん。なんか俺さ、ラーメン屋とか行って、うん、人をよく見るんだけど、うん、毎回頼んできたら、うん、スープから飲むのよ、みんな。え、それはラーメン通っていうか、スープから飲まない？いや、麺から行きたくない？なんか、そこ。いや、俺、俺もスープから飲んで、うん、一回味を、あ、この出汁かっていう感じで。たまに、うん、これ、まあ飲むだけならいいよ、まあ、うなずく人いるのわかる。なんか、あ、これかみたいな。俺もこれ、これに関しては。いた、そんなやつ。いたのよ。マジで、うん、な、ライカムで、うん、俺昨日、会って営業が早めに着いて、早めに着いてご飯食べてたのよ。フードコートラーメン屋さんあるもんな。そうそうそう。でその前にね、俺の目の前に、うん、男の人が座って、うん、そうスープすすった後に3回ぐらい、うんうんうんってうなずいて。いや、それはラーメン通っていうか、うん、多分この人は、うん、ね、俺の喧嘩よ、今の話聞いただけの、うんうん、あのお腹空いてて、うん、でもやっぱその俺はライカムで食べたラーメンが忘れきれないと、うん、なるほど、行ってライカム行って食べて、うん、あ、これだ、この味だで、多分ね、うん、あのうなずきだった、ね、あのうなずき、思い出しうなずきで、うん、なるほどね、うん、ラーメン通うなずきは、うんうん、あ、ここはこの出汁か、まあ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 さ、うんうん、結局ラーメン通って一番美味しいラーメンたどり着くまですごい時間かかるタイプでしょ。かかるな、うん、ね、あのこだわりすぎて、うんうん、分かる分かるよ。それとは多分その思い出しうなずき。なるほどね、うん、そういうことか。あるでしょ、なんか食った時に、うん、あー、これだこれだっていう味。あー、思い出しうなずき、うん、思い出しうなずきはないけど、思い出しうなずきない、うん、あーってなる。あー、俺マックの、うん、あのハッシュポテト、うん、食う時も俺うなずくよ。ハッシュポテト食ってうなずいてた。俺マジでびっくりするよ。これだこの味だっつって、こいつやばいな。いや、うまいだろハッシュポテト、うん、まあ、美味しい。あっちのハッシュポテト美味しいなあ、うん、朝からたまらないよ。俺どうやって作ろうかってずっと考えてんだもん俺。どうやって作ろうか考えてんだ。うん、だから朝ごはん食べんのいいよな。うん、朝ごはんはやっぱ食べた方がいいよ。うん、自分のパワースタミナにもなるから。そうだよ、らしいよ。早いよ今日も10時半からって。今ね、朝の10時半から一応スタートしたんですけど、うん、そう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 、早いよ。早いな、びっくりした俺も。いつもだって8時からだから、うん、ちょっとな、そうなんかあんまりまだ慣れてない感じがする。慣れてないよもう、うん、朝さ、もう太陽がもう朝苦手なんだよな。もう朝苦手だな。そう、なんかスヌーズ機能とかにしてる、目覚まし。俺もうスヌーズどこじゃん、もう爆発だって俺の。まあ確かにな、うん、俺もうやばいよ。お前の目覚ましやばいよな。なんかな、いや、うん、同じ iPhone でしょ、うん、同じ iPhone だよ。なのになん、なお前音量すごいよな、設定してんの。なんか音量マックスだよ。いやいや、なんか普通の iPhone の音量の限界値超えてるよな。いや超えてない。なんかアラームの超えるわけないだろ俺。超えてる俺。 AU さんになんか言ってんの？言ってないよ俺。俺なんか超えてる俺の。うん、スピーカーなんかウーハーとかついてん？いや、たまにあの、うん、ウーハーつなげて目覚ましする時あるよ。マジ？でも結局ね、そのウーハーはあんま使わないよな、うん、目覚ましだからやっぱキーが高いから。ああ、なるほどね。そう、うんうんうん、なんだろうな、すごいぜ。でもしかも起きないやし、それでも起きないな。いや今日も俺実際ね、うん、10時半だから、うん、こういろいろ準備とかして、うん、俺毎回逆算するわけ、うんうん、その向かう時に何時何分に起きて何分に準備してっていう逆算をやっぱやっていくんだけど、まあまあまあね、今日の俺の起きる時間帯は8時だったの、うん、8時に目が覚めて、うん、風呂入って、入ってで、朝ごはん食って、うん、だいたいテレビ見ながら食ってたら、うん、まあ8時40分とかなるから、いいよ、うん、ね、いいよ。でそっから9時にゆっくり下の道から行って、うん、1時間半あれば10時半には着くでしょ絶対。お、余裕だ。っていうのが俺の今回のその、うん、まあなんていうの、プランというかプランだったんだよな、うん、どうだった？9時40分に目覚めたな。そうだよな、うん、俺バカみたいに電話したもん俺。なんであれバカみたいに電話したの？いや絶対起きてるだろう、あ、寝てるだろうなと思って。ああそうなんだ。そう、うん、俺あれかなと思って、いや絶対俺起きてるんだけど、うん、何をね、このこいつは電話こんなにしてきてじゃない、気持ちが悪いと思って。いや、やかましいわ、相方がこんな電話してくるなんて。もうじゃないじゃないじゃない、うん、だって俺一回 LINE 入れて、うん、今日収録10時半からだから、うん、
ちゃんと来てねって LINE して、うん、返事がずっと来なかったから朝に LINE してた、そうそうそう、既読がなかったから、うん、ずっと電話してで切ってちょっと経って LINE 見ても既読がない、うん、これダメだと思ってもう一回電話して、うん、でまた見たら既読がない、これの繰り返しよ、うん、それでずっと電話したんだよ、ね、なるほどな、うん、おはようございますって、何、ああツイキャスの方、ツイキャスの方がね、ミータンさん、ミータンさんね、ミータンさんはどうなのかな、その朝は苦手とかなのかな、なあ、うん、初見ですって、ありがとうございます、うん、これ初見ですって読むの初見ですよね、初見なのこれ、なんだろうね、まあ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 、うん、まあまあまあ、意味は伝われば全然何でもありだからね、うん、よろしくお願いします、お願いします、なんか質問とかないですかね、質問とかねあれば全然いいんですけど、うん、ね、まあ、メールの方もね、ね、募集してますって言ったら収録でね、伝わっちゃうんで、今日はメールアドレスはちょっと言わない方がいいかなと思う、そうだな、うんうん、まあ読んで次回読むっていうのもあるよ、来たやつを次回読む、なるほどな、うん、じゃあ一応読んどこう、一応読んどこう、うん、うん、じゃあ、はい、じゃあメールアドレスお願いします、はい、アドレスの方がですね 868@fmurma.com 868@fmurma.com となっております、はい、よろしくお願いします、 FM ウルマっていうことですよね、はい、 FM ウルマでございますよ、はい、まあメールの方ね、8時にもし送っちゃう方がいると思うんですけども、うん、はい、その人たちはちょっとね読むのは来週になっちゃいますんで、そう、次回読まさせていただきます、はい、よろしくお願いします、いやー、まあしかしね、あれか、今日なんで収録なの、夜に、夜にっていうかもう今放送してる時間は、うん、他局のお食事会か、そう、食事会が、あ、そうかそうか、はい、お食事会やってんだな、そうそうそう、今頃俺たち食事食ってますよ、今頃俺たちは何食ってんのかな、なあ、ビュッフェじゃん、ビュッフェそんないいとこ行くかな、ビュッフェとか食べてて何食ってんだろうな、そんないいとこ行かないでしょ、ポーク卵おにぎりとか食ってる、いやだそれはやだ、もう俺でもね夜は俺食べないようにしてるよ、だいぶ、あ、そうなの、うん、夜は食べてない、昨日は、昨日夕飯エルチキレッド食ってた食ってた、油を取ってた、いやでも炭水化物じゃないじゃん、あ、まあまあまあ、まあ、でも俺夜は炭水化物取らないようにしてる、油とかも大丈夫なのかな、いやでもな、痩せすぎなのかな今ちょっとペース的に、みんなに言われるよな、うん、痩せたねってね、うん、2週間ぐらいで俺7キロぐらい落としちゃったから、すごいな、ボクサーすごいよね、ボクサーだよ、うん、いやでもねやってることはそんなに何もやってないの、うんうんうん、ただ縄跳びと、うん、時間あるとき15分縄跳びやって、うんうんうん、でたまにその歩きたくなる時期っていうのが出てくるから、うん、歩いてるだけなんだけどさ、へえ、うん、俺全然歩いてないな、歩いてないの、うん、いや俺あ歩いてるやん、歩いたでしょ、だってあの時歩かなかったさ、最近の営業の時トミグスクの歩いたや、車に歩いたや、トミグスク市にね、うん、ミッキーが来たんですよ、ミッキー来たんですよね、ミッキーが、うん、いやあれねいいよ、ミッキー来るのは全然いいけど、全然すごいよ、その後に12時からね、うん、オーシャン本番だったんですよ、その営業の MC、 そう、トミグスク祭りの MC だったんですよ、ね、うん、で俺ね、10時入りだったんで、はい、入り時間が10時入りだったんで、もうここはちょっとミッキーも来るっていうのも予想してたから、うん、ね、8時に出てやろうと、うん、で俺8時に出たんですよ、出た、うん、8時に出て、うん、で大体9時ぐらいに着いたわけ、はいはい、トミグスク市にね、まあまあまあね、だいぶ余裕あるよ、だいぶ余裕よ、トミグスク、なんかインターが降りて、トミグスク市のインター降りて、うん、9時に着いて、はい、でなんかコンビニところから曲がる道、うん、あるんだけど、はい、なんか数字みたいなね、うん、そこから曲がったら、うん、もうあと15分ぐらいなんだよね、うん、この地図で見たら、はいはい、で曲がった瞬間にさ、もう曲がる瞬間っていうか、もうなんかあれ混んでんなっていうのを一応思いながら曲がったら、もうやばい、大混みなあ、大混み、大混みももんじゃ混みか、もんじゃ混みも、もんじゃ混みだよこれ、びっくりした本当に、なあ、こんな混みますかっつって、多分あの日、うん、ウリズン桜さんも一緒だったさ、うん、とみんな同じぐらいの余裕を持って出たと思う、みんな余裕持ってたよな、うんうん、なのにみんな15分5分手前でたどり着けずっていう感じじゃなかった、うん、やばかった、で俺さすがにもうこれはちょっと入り時間間に合わないから、うんうんうん、もう担当の方に電話しようと思って、うん、ね、マネージャーに電話して、う
すいませんっつって、ちょっと入り時間遅れるかもしれないです、もうめっちゃ混んでますっつったら、あっちその担当の人も、もう俺もつかないっつって何してんじゃん。でもう結局ね、そう、なんて言うんだろうね、足びなの方で止めて、ビビビーチの方だったんだけど、あ、チュラサンビーチ、チュラサンビーチか、糸満じゃない、チュラサンビーチか、トミグスクだから、チュラサンビーチで、で俺もうね走ったもん、久しぶりに走ったな。もうなんかちょっとわけわかんないさ、遠いところに止めてさ、走っていってさ、もう嫌になったよな。同じくだよ、なんであんな走るかなっていうか走ったな。なんかな、でも結局そのさ、着いたら着いたで、マネージャーはディズニーミッキー見てて全然電話取らない。パレード鑑賞だ、パレードな、うん、パレードやばかったね、あの人、うんうんうん、俺人生で一番混んでたと思う、何千人という人数が多分トミーグスクに集まったよな、あれな、車の数がまずふざけてたもんな、うん、ふざけてた、レンタカーやら何やらもうな、うんうんうん、やっぱディズニーの力思い知らされたな。いやミッキーはすごい、うん、ミッキーすごいわ、あの人の波はすごかったな、うんうんうん、いや面白かったな。でもいや、トミグスクシのイベントめっちゃ面白かったな、うん、なんかいろいろ来ててさ、なんかね来てたね、アイドルとかね、いや、あのアイドル面白かったよね、ミラクルプリンセスでしょトマト、ミラクルプリンセスっていうトマトをね、なんかそのモチーフにしたというか、うイメージにしたというか、トミグスクのあれなのかな、特産品なんだよね、マンゴーの次に有名なのがトマトだよって言って、うん、でそのトマトをモチーフにした可愛らしいランドセルアイドルっていうね、うん、新しかったよね、一応新しいな、ランドセルを背負ったアイドルなの、みんな、そうそうそう、ちっちゃい子がさ、今会えるアイドルとか、うん、そういう感じの中のランドセル背負ってるアイドルだ、ランドセル背負ったアイドルだなみんな来てて、うん、でなんかもう超可愛くてな、みんな緊張してたんだよな、みんな緊張してたな、緊張してて、 でしっかりやってたよ、やってたんだよな、うん、こういろいろやってて、で、はい、やっぱアイドルらしい紹介があるでしょ、そうありますよね、何々が好きな何々こと何々ですみたいな、うんうんうん、犬が好きな、犬が好きなココミことココリンですみたいな、うん、かわいい、これをさ15人全部やっちゃったんだよなそう15人みんなやったよみんなやったよな、最初はやっぱ拍手だったよ、うん、1人目2人目3人目とかな、うん、4人目からもうパラパラよ、そうだよなあ、どうせでしょ、どうせ 何が好きなんでしょみたいな、7人ぐらいまでギリギリ聞けたよな、なんなら犬が好きなから始まって、うん、次が猫、猫で次がリス、リスでからのみかんだったんだけど、そっからみかん5人続いたから、ね、うん、分けてよ、ただ名前がちょっと違うだけで、うん、そうそうそう、みんなで一応すごい特殊な子がいたんだよな、うん、いたいた、うん、あ、そうだ、俺マグロが好きなククルことクックルですって、渋マグロ好きなの、みかんとか犬とか猫来て、うん、マグロ来たからな、マグロだからねマグロが好きなっつってね、家買いなんかしてんのか、寿司屋なのかな、そうだな、家がな、なんでマグロ選んだんだろうと思ってさで面白いなと思って見てたら、うん、でそっから次が次、海が好きな春菜こと春菜オンザビーチですって、おいやもうふざけ始めてるじゃん春菜オンザビーチ来たよ、いやみんななんとかとかチチチって言ったのにさ、うん、この子だけ、うん、春菜オンザビーチだったよね急に外国来たよ、うん、セックスオンザビーチみたいな感じでしょ、パーティー野郎になるんじゃないこれはいずれは春菜女の子で15人終わってね、気づいたのがね、うん、あの誰一人トマト好きっつってなかったの、そうお前頭おかしいんだよこのアイドルと思って、もうそれはもう好きな前提でっていう話なのかな、いや面白かった、で聞いたよだから、うん、トマト好きなのっつったら、うん、まあ一応嫌いじゃない子はいるって言ってて、いや好きじゃないんかいおいっつって普通ってことか、普通だったのかな、いや面白かったけどな、でもまあね、うん、可愛かったし、みんな可愛かった、うん、ジョニー・ギロワンさんとかが曲提供してくれたりとかね、だからよ、ね、そうなかなか力なかなかすごいアイドルなんだなそうそうそ う, そうすごいよなあれは、うん、なんだろうな、あのねその後に、うん、佐久間さんも来てたでしょ、佐久間和之さん来てた、面白かったね、アイバンも来てたな、アイバンはすごいな、やっぱな、アイバンすごいな、あの人のパフォーマンスはすごい、アイバンすごかったよな、なんかこう続いてはアイバンさんですどうぞって言ったら全然来なくてな、あ全然そう周りが、ね、最後のと大取りだったんだよな、そうそうそう、アイバンさんがステージに全然上がってこなくて、うん、周りがざわめき、うん、でも曲は流れるんだよな、うん、曲はちょっと流れるから、うん、どうなんだろうなと思ってたらな、なあその舞台があって、うん、舞台の後ろ側の方だよね、後ろ側じゃなくて舞台の正面か、うん、
正面のお客さんが座ってる椅子があって、うん、その座ってる椅子の奥側だよな。そうそうそう、奥側からもうアイバンがどっから出てきたのかな。だからな、海側からやってきたよな。海から来たやんにも。いやもう俺びっくりしたもん。でそっから急にゴリゴリのダンス踊ってさ、うんうんうん、なんかステージで踊るのはありきたりすぎるぜみたいな、みたいなな。俺のステージはここだっつって客席の後ろ、ヤーマンっつってな。ヤーマン、ヤーマン、ヤーマンってなんだろう。ヤーマンって何。ヤーマンってなんだろうな。ヤーマンってなんだろうな、うん、挨拶なのかな。ヤーマンは挨拶なんじゃない。万能なのかな。ヤーマンは万能なんじゃないかな。なヤーマンだって多分困ったらヤーマン使えるよね。俺もうさ、うん、初めてあんななんていうの、喋りにこう普通にヤーマン入れた人は初めてだった、うん、周りにレゲエシーいない。うん、なんかヤーマンわーって聞こえない。なんで怖っ。飛行機か。怖っ。うん、飛行機で。びっくりした俺急に。え、うん、なんだろう。あ、レオナちゃんこんにちは。こんにちは。ね、ランドセルアイドル気になるとかもあります。みずみちゃんね、なつみちゃんが、うん、おはようございます。ディズニーランドからミッキー、そうミッキー来たんだよね。ミッキーがあれはすごかったな。うん、やっぱミッキーだったな。ミッキーだった。俺やっぱ遠くから見てもミッキーだったよ。ミッキーだった。もう近くに行こうって思わなかったもん俺。近くで見たら相当ミッキーなんだぞな。マジで。あ、近くで見た。お前ちょっと近かった。ああ、うんうん、このマネ担当のマネージャーが、うん、リョウジミッキー来てるから早く撮ってこいっつって、うん、俺先陣こう前に行かされて、無理やり人混みの中にギュッ詰められて、すごかった。そう、もう苦しい中俺もうカメラでバンバン撮りまくって。いやでもね、俺ミッキーはカメラで撮るもんじゃないと思うよ。実際見た方が一番いいよ。実際見てミッキーと出会えたっていうその感動を心に残した方がいいと思うんだけどね。でもよ、うん、だって後からそのミッキーの写真見て、うん、わミッキーだってならないでしょ。ならないならない、うん、このね画面越しで撮りながら見るってさ、うん、YouTube 見てるもんと一緒じゃん。そうだよな。そう、もったいないよな。もったいない。うん、でこのパレードやってたさ、うん、やってたんだけど、トラックっていうかミッキーの15周年かな、そう、うん、バスに乗ってミッキー来てたんだけど、 バスの一番上でミッキーとミニーがこうみんなに手を振るんだけど、うん、その中にねなんかお姉さんもいるのよ、うん、女性が一人。なるほど。そうでミッキーとミニーをみんな見に来てるわけさ、うん、でこう手振ってる中、女性なんか多分俺らも分かると思うけど、うん、かなりの人数に囲まれたら、うん、一気にテンション上がるの分かる。いや上がるな。実際あったさ、キングスのキングスの3000人ぐらいの前に出た時もな。前で俺たち出てはしゃいださ、うん、はしゃいだな。多分その女性もだいぶテンション上がったんだ、うん、いや上がるだろあの人数はな、うん、ミッキーミニーより死にはしゃいでみんなに手振る場合。いやいやいや。でミッキーたちが客席の、うん、あまあ上手下手右左分かれてるとしたら、右側にバーって行ったら、うん、ミッキーたちをこう退けて前に前に移行すんのよ、お姉さんたち、お姉さんが。マジで。そう本当に、いやメイン君じゃないでしょっていうぐらい死に笑顔でこうバーバー。いやまあでも、うん、ミッキーはな、うん、まあ、ミッキーが隣にいたら俺もそれぐらいのテンションするな。まあまあまあ上がるけども上がるな。うん、多分スタッフに怒られたと思う。曲いきますか一旦ね。はい、あさきちゃんがこんにちは。はい、今日なんて書いてある。うん、今日収録なんですね。あ、そう収録なんだよね。これ8時からまた放送なんで、うん、ぜひ聞いてください。はい、よろしくお願いします。何番流しますか。じゃあ今日はじゃあこれ2番いこうかな。2番で、うん、はい、じゃあそれでは曲振りの方よろしくお願いします。はい、それではいきましょう。クレバでこれでよければいくらでも、どうぞ。
はいはい、やば、ごめんなさい、オフすぎん今の入り今、今完全に俺オフの入り方だったな。はいはいじゃないんださあということで始まりました、はい、オーシャン応援団そうでございますよ。いやー、はい、した客は来ればで、これで良ければいくらでもで、これで良ければいくらでもってね、はい、やかましいわ本当に。いやいや、いいよ、題名がもう題名がいい、タイトル素晴らしいな。霧島部活やめるってよみたいな感じで違う、全然違う、全く違うわ。違う、あ、そっか。いや、はい、俺昨日ね、うん、なんていうんですかね、昨日ずっと、うん、映画見てて、うん、ずっと映画見ててっていうか、まあ深夜の3時ぐらいかな、うん、何の映画見てた。ダウトゲームってやつ見てたんですよ。ダウトゲーム、あ、なんかライアーゲームでもやってたんダウト。まあダウトっていう、まあ一応そういう感じなんだろうな、なんか、うん、あんまり騙すゲーム、すっきりしない終わり方だったんだけど、うんうん、なんかすっごい幸せな家族がいて、うん、その幸せな家族のある一人の男が、うん、飲酒運転しちゃうわけ。あ、うん、そのダメだ、検察官なんだけど、まずその男、うん、弁護士だけ、うん、弁護士でめちゃくちゃなんていうの、優秀な弁護士で、うん、でもなんか将来が約束されてるぐらいの弁護士よ、うん、めっちゃもう成功してて、うん、で家族もいて家も持って、うん、なのにこいつ飲み会でこうわちゃわちゃ飲んでたら、うん、ね、じゃあいざタクシーで帰りましょうかってなったら、うんうんうん、ね、ちょっと待って、ツイキャス切れたから、じゃあ一回ツイキャスが復活してから話すわ。もう気になりすぎてるでしょ、もうこのツイキャスの人たち。途中から始まったらあれだから、ね、そう、うん、はいはいはい、さあということでね、うん、まあダウトゲームの話なんですけども、うんうん、そのさ、なんだっけ、すごい幸せな家庭がいて、うん、でその人がなんかその、まあ、仕事仲間で飲み会があるんだけど、うんうんうん、バーって飲んで、いやもうお前にテキーラ飲ましすぎたぜみたいな、なんか、あ、もうアメリカ人の赤ちゃんに吐くなよとか、なんかそういうね、間違っても赤ちゃんに吐くなよははみたいなね、そんなくだりがあった後に、うん、じゃあいざ帰りましょうかみたいな、うん、で駐車場のとこ行ったらなんか知らない男2人組が車でなんかわちゃわちゃしてるわけ、うん、自分の車なんかいじってるみたいなね、うん、車上荒らしじゃねえかと思って、でその弁護士側の男がピピってやって、ちょ何やってんのみたいな、でそしたらもうバーって逃げていってさ、タックもつって、でもここに車置いてたらもうちょっと嫌だなっていうことで、あ、なるほど、運転しちゃうんだよね、うん、で運転して、うん、でやっぱこいつも飲酒運転がダメっていうのももちろん分かってて、うん、で運転してるんだけど、バーって運転してて、うん、で雪ね、めっちゃ雪よ、うん、でバーって運転してて、で後ろにたまたま警察官がつくの、ピッて、うわでうわ、ね、ドキドキするわって言いながら、後ろ交差チラ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 見ながら、うん、そしたらサイレンが鳴るの、ふーって、うわもうめんどくせえと思って、終わったな、この一応一旦自分じゃないと思うから、うん、右に曲がったのこの人、うん、ファって、うん、でそしたら警察官は曲がないでまっすぐ行ったの、あーなるほど、うん、でこいつはふーよかったって一応後ろ確認しながらやってて、うん、前向いた瞬間に人が来てバーンって、あっやっちゃった、やっちゃったよ、やっちゃったな、で降りて、でもう、うわもう終わったと、うん、もう酒も入ってるし、もうわけわかんないと、うん、で降りて怪我人見たら、あのうわもうめっちゃ怪我してるみたいな、うん、だいぶ重症なんだ、もう、 うわーこれもう、生きてんのかおかしいよっていうぐらいの怪我してて、うん、でこいつ周り見んの、うん、誰かいない誰かいないっつって、うん、誰もいないお、でやばいっつって、うん、でも救急車呼ばないといけない、さすがにこいつを見捨てるわけにはいかないから、うんうん、救急車呼ばないといけないんだけど、うん、こいつがもうすぐ、うん、携帯で電話したらバレるから、うん、場所とかその通話履歴とかが、うんうん、こいつも公衆電話に行って近くにあったね、すいません救急車1台お願いします、場所でここで、あーお願いしますガチャンって言って、でこの人がもう助けて助けてって言ってんだけど、行かないでって言ってんだけど、いやちょっと待ってと、うん、もう俺救急車呼んだから、うん、行くわっつって、え行っちゃったのこいつ、こいつ行っちゃったの、行っちゃった、その人残して、その人残しても行っちゃったよ、もう、これはもうやばいと、うん、これもうおかしいんじゃないかっ、これもやばいな、そうで、やっぱ次の日ニュースになるわけですよ、うん、この男が、まあ、死んでたと、あ、そうなんだ、うん、でも死んでて犯人は捕まりましたっていうニュースが流れて、うんうん、でこの男が、うん、なぜだと、なるほど、あれ犯人は俺なのに、うん、引き逃げしちゃった犯人は俺なのに、うん、捕まってんだと、うん、犯人が、いやおかしいだろっつって、うんうんうん、
でも俺のせいでこの犯人が捕まって無実の罪で捕まってるから、うんうん、これはもう俺が絶対に弁護するっていう話。あ、なるほどね。ダウトゲームっていう複雑だよね。すごいな、よくできてるな。まあでもどんでん返しはすごいけどね。そうなの、うん、俺今全部ストーリー話そうと思ったけどさ、あ、やめた、やめた、そう、やめた方がいい。もうここまで、気になる方がいるから、ここまで見たらもうあとは楽しむだけで。でもやっぱ気になるな、それは気になるでしょ、うん、うん、どんでん返しがあるんだよ。へー、ダウトゲームね。ダウトゲームちょっと見てください、うん、面白い。なんだろう、まあまあそんな有名じゃ有名ではないと思うんですけど。最近の映画なのそれ。最近かな、カメラの感じ見てたら。そう、画質とか。画質とか、へー、わかんない。画質で、あ、最近の映画だなとか。わかんない。相当すごいけどな。まあそうですか。いや、まあまあまあ、まあ、映画ね。映画面白いよな。映画見たいな。なんかあれ最近のさ、あの映画気にならない？バットマン VS スーパーマンみたいな。俺もうこういうの本当に大好き。 SFSF 大好き。俺こういうの本当に。バットマンとスーパーマン戦っちゃダメでしょ、だってなあ。でもスーパーマンって無敵だぜ。俺スーパーマン見たことないんだよな。嘘、スーパーマン、スーパーマンだったら。いや、スーパーマンじゃない、それはもうあられちゃうあられちゃうでしょ。梅干し食べてスーパーマンって言ってた。違う、公衆電話に入って着替えたりするけども。違う。あ、そうなの。違う、違う。なんかね、スーパーマンもう弾丸も何も変わらない、通さないし。あ、ね、すごい防弾チョッキつけてんだ。もう、でも多分皮膚がもうそういう風になってんださ。なるほどね。で、なんなら眼球に弾丸当たっても、うん、がん、あの弾丸がベシャって潰れる。無敵なやつだから。この人ろう人形できてんの。違う違う、ろう人形だったら弾丸もうバーン貫くだろう。じゃあちょっと聞いていい？なんでスーパーマンになったの？なれたの？なんかね、もともとそういう特殊能力があったの？俺もそこら辺あんま分かんないんだけど。例えば仮面ライダーもさ、うん、なんか、うん、まあ、昔の仮面ライダーで言ったら改造人間にされてみたいな、うん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 、あるね。敵に改造人間にされて、1号、2号とかかな、その敵をやっつけるために仮面ライダーになりましたとか、うん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 、なんかそのなるきっかけってあるじゃん絶対。なんかね、うん、バーンと林とかなんか畑に、うん、まあ沖縄で言ったら宇治畑によ、宇治畑に、ね、うん、バーンと何かが落ちてきて、うん、サトウキビ畑に何か落ちてきて、バーン落ちてきて、周りがなんだなんだなんだって見に行ったら、うん、少年がいたと。ドラゴンボール？ドラゴンボールじゃないけど。ドラゴンボールもそっち系だよね。なんかまあまあバーン落ちてきてね、うん、なんか少年がいたと、うん、でその少年を育てていったらスーパーマン。あ、そういう感じだ。なるほどね。もともとじゃあその人はすごい秘めたる力があったんだ。何か何か知らない。そのスパイダーマンみたいに雲に噛まれて糸が出るようになったわけではなくて、もともとそういうタイプ、うん、あ、そういうタイプの人間。生まれつきかよ、おい。そうそうそう、そう、あるよね、生まれつきの才能が。生まれ才能というか、もうこれ力でしょ。生まれつきも眼球に弾丸通さないから。ええー、マジか。そう、いや俺てっきりなんかそのいじめられっ子だったやつがみたいな。あ、よくあるよね、そのスーパーマンのスーツを着ることによって、うんうんうん、そのスーツにすごい力が備わっててみたいな。違うんだよそれがね。そうなの、うん、アントマンとかもそういうやつじゃん。なんかアントマンまだ見てないな。そういうあれもアベンジャーズのやつよ。あ、そうなの。アベンジャーズっていうか、まあ、マーバルだっけ。マーベル、ね、マーベルか、うん、あれだよね。一応曖昧だ、ちょっと恥ずかしいね。最近もだからデッドプールだったかな、うん、なんか無責任なヒーローみたいなやつが、うん、また映画化されて、へ、赤いやつね、うん、呼んだっていう感じのなんかポスターのキャッチコピー。ヒーロー系流行ってんだ。なんかなんかね、流行ってるね、ヒーロー、ね、ヒーロー好きなの。俺なりたいんだよな、ヒーロー。なえ、ヒーローになりたい。どういうこと。昔から仮面ライダーとかなりたいの。なりたい。え、なんでなんか、え、なに、そういう危ない薬やってるじゃん。やってない、やってない。なんかあるさ、なんかあの映画版とかで、うん、こういうお笑い芸人とか有名人俳優さんとかが使われたりとか、そういうのに入りたいな。ああ、なるほどな。俺どっちかさ、敵役が好きなんだよな。あ、なるほど、ね、俺ちっちゃい頃からそんなタイプ、うん、あのね、うんうん、クリスマスのサンタさんからのプレゼントとかも、うん、持ってたおもちゃ全部そのサブキャラクターだとか、敵役メインのやつあんま好きじゃなかったんだよ俺。ドラえもんだったらのび太くんのお父さんとか、いや、お母さんとか欲しがるタイプなの。ドラえもんで例えな。ドラえもんでドラえもんで例えちゃダメなの。アンパンマンだったらカバオくんとか、カバオくんで、なんだろうな、あのうさみ先生とか。うさみ先生じゃなくて欲しがるタイプか。じゃあアンパンマンとかそういうなんかちっちゃい子供のやつで例えるのじゃなくて、例えばじゃあ、うん、あのポケモンで言ったら、うん、ゲンガーが好きとかそういうタイプ俺。ああ、なるほどね、悪いやつな。ピカチュウとかじゃなくて、うん、なんかそのわかるわかる、伝説のポケモンより伝説一歩手前のポケモンのが好き。まあゲンガーもなかなかレアだよな。レアだけど、うん、通信しないと進化しない。そうそうそう、そんなやつが好きだった、うん、なるほどね。ゴローニャとか。ゴローニャもだな。そう、通信しないと。そう、サイドンとかさ、うん、サイドン夏ね、うん、
一応そのポケモンの話にしちゃったらおかしいけど、まあそういうサブキャラクターが好きで、なんかだから俺バットマンダークナイトか、ダークナイトあれ見ても俺ジョーカーが好きだった。ジョーカーめっちゃかっこいいな。ジョーカーのあのクレイジーさがもうたまらなく好きでさ、俺、うん、堂々と犯罪を起こすしな。もうあいつはもうイカれてるよな。イカれてる、イカれてる。あいつで一番クレイジーなの多分、うんうんうん、見たバットマン、あのダークナイト見たよ。ダークナイトのジョーカー役入り、その役になりきりすぎて、うんうん、なんかね病んだらしいよストイックなんだな、あの俳優さんが。ね、うん、あ、みーたんさんがポケモン懐かしいって。ね、懐かしいね。ポケモン懐かしいよな。ピカチュウ、ライチュウみたいな歌ったよね。あー、俺覚えた。覚えた？今覚えてる。ピカチュウ、ライチュウ、ヤドランビジョン。そうか、もう忘れてた俺。あれだ、あれだ、俺コダックからわかる。コダック、コラッタ、ズバット、ギャロップ、サンダース、メロクラゲ。おっぱごうろごろごろっと不思議だねっていうのが青いるいうつどんエレブカビゴンカブトサイドンジュゴンあなたポリゴンディグダドードリオゲンガおろろろろろろろストライクっていうでしょ。あの早い部分がな、わかんないんだよな。おろろろろろろめん手取りあってってなりそうだな。何何言ってんの。湘南の風、湘南の風になんないでしょ。いや、まあまあまあそんな、あのなんかね、だって今ポケモン何匹できる？もう4000ぐらいいるやん。4000いる。俺たちが行った時151匹だよ。こんにちは。こんにちは、ゆうとくん、こんにちは。もうポケモンで何代目ぐらい行ってんの、あれも。今もう15代目ぐらい行ってない。4000いるだろ。4000いるか。いや、いないだろ。もう埋もれて死んだやつとかいるやんにポケモン。だからさ、俺今思ったんだけど、うん、アーボとか、うん、アーボな、昔ロケット弾使ってたよな。アーボってあれでしょ、うん、ヘビでしょ。そう、今アーボ知ってる子供いないと思うよ多分。俺も今久々に聞いてな、うん、ズバットとか。ズバットはなんかまだ俺、うん、頭にいたんだけど、うん、アーボの進化聞いてたな。アーボックみたいな、アーボック、うん、赤い髪したロケット弾の人が使ってた。そう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 、なんだったっけな。ムサシか。あ、いや小次郎だよ。あ、小次郎は男じゃん。ムサシ小次郎。あ、そっか、武蔵だ。武蔵が使ってた。武蔵小次郎って今考えたら巌流島の名前だな。あ、そうだ、宮本武蔵と佐々木小次郎。ああ、じゃあそっから来てんのかな。そっから来てんじゃない、ロケット団、うん、いや、ロケット団は来てないでしょ、そっから。違うのか。あいつはロケット団の中でもちょっと下っ端のメンバーよ。そう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 、榊が上だから。榊なく、ペルシャン使ってるわ、あいつ。榊、ペルシャン、うん、でもな、ペルシャンのその弟分みたいなのがニャースなんだな。ニャース、進化前がな。いや、ニャースってなんで喋れたんだろうな。なあ、ニャースだけ喋れるよな。ニャースだけ喋れるんだよな。なんかニャースの物語もあったんだよ確か。あ、そうなの。うん、なんかそれは悲しいやつ。悲しいやつ。喋れるから仲間に省かれて。いや、じゃなくて、うん、仲間にもともと省かれててどうにかして喋れるようになって人間に溶け込んだみたいなやつよ。いや、無理でしょ、あの容姿で溶け込むのは。いや、わかんないけどさ。なあ、チョッパーみたいな感じだよな。チョッパーみたいなやつか。チョッパーはまあ悪魔の実食べちゃったからな。そうそうそう、省かれたよな。そっか、なんか、うん、懐かしいな。懐かしいわ、ポケモンな。最近さ、うん、俺これ信じてもらえないんだけど、いい、毎回言う、話した方がいいよそういうの。言うたびによ、うん、コンビニ行ったんだけど、うん、あの接客するさ、あのレジの方が、うん、ね、コンビニ買い物したら、うん、外国人なんだけど、外国人、いや外国人コンビニにいっぱいいるだろ、うん、いっぱいいるさ、うん、片言でな、うん、めちゃくちゃ背高いのよな、うん、めちゃくちゃ背高い、うん、でさらにめちゃくちゃ声高いのよ。めちゃくちゃ声高いのね。声高い、うん、で、あのふとね、名前のところ見たら、うん、名前プレートついてさ、胸のところ。あー、ついてるついてるね。見たらエベレストって書いてたの。嘘つけ。ほんとほんとほんと、うん、俺マジでびっくりして、こんな奇跡の人いるのかなと思って、うん、で、この人、まあでも名前の横に初心者マークついてたんだけど、うん、このコンビニ内では位置は低かったそう、エベレストな。エベレストっているのかなって思う。エベレストって、でも外国の中でのキラキラネーム的な感じなのか、うん、じゃないだろ。エベレストって外国にもキラキラネームあるのか。エベレストだよ、それもまさに。何、ドミニクって書いてクレイジーって読んだりでしょ。そうそうそう、それわかんないわ。逆か、うん、そう、なんかびっくりして。あ、マジでそんなのあるんだと思って。ほんと、うん、ほんとだった。ロックスターって書いてボンジョビって読んだりでしょ。まあまあそんな感じなのかな。
じゃあエベレストって書いて読み方違うのかな。いやもしかしたらだから、うん、エベレストって書いて、うん、あのハイマウンテンとかじゃない、ハイマウンテンなのかな。いややこしいな。ハイマウンテンって書いてエベレストとかじゃないそこ。あそうかもしれない。そう、まあまあ、なんだろうね、 いるんだなそんな。そう奇跡だなと思って。面白いな、うん、生まれ持っての才能だよこれもな。いやちょっとね、はい、俺もちょっとじゃあ面白い話していい？いいよ。じゃあなんかちょっと、そろそろだよね時間的にも。時間的にもそろそろなの？まだか。そうなのかな。ああそっかそっか、うん、まあね、うん、面白い話は今のところないから、いや置いとこうじゃん。えいやちょっと今ここで話す時間帯のやつじゃなかったんだ。、うん、ちょっと長引きそうなやつだった。ちょっと危なかったなこの時間帯。今ね、うん、だいたい40分ぐらい経ってるから。あなるほど、うん、うん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 。ちょっとあの話して。どの話？サッシーの話。サッシー、サッシーな、ね、俺たちの一期下の後輩、うんうん、サッシーっていうピン芸人がいるんだけどね、うん、そいつの話してよちょっと。あいつ本当にクズすぎるんだよな。なんで？なんかね、女の可愛いと思った女の子に近づくために、うん、東京大阪から来てる芸人さんの連絡先教えるよっつって近づいたりとか。行かれてんな。そう、なんかそういう感じのがあるさ、うん、ああいうそういうサッシーねクズなんだけど、うん、なんか前にねキャラバンっていうねお化けの呼び込みを一緒にやってたんだけど、うん、2人で、うん、外国人にね話しかけられてんのよ、うん、で、なんだろうなと思ったら道をね、尋ねられてて、うん、で、なんかドルから円に変える場所、あーエクスチェンジのところか、エクスチェンジのところをちょっと知りたいんですけどみたいな、エクスチェンジみたいなこと言ってて、あなるほど、両替のところ知りたいんだろうなと思って、さっしなんか、うん、あちら向こう側に行ったら5分ぐらいで着くよみたいなことをなんかジェスチャー交えてなんかずっと伝えてんのよ。えらいじゃん。オッケーオッケーって言って。えらいじゃん、サッシー。えらいさ。うん、で、サッシーに、おサッシー分かったんだ、教えたんだって言ったら、適当に教えちゃいましたよ。最低だな、あいつ。100件笑いながら、俺に言ってきよったば、うん。で、まあ10分、20分ぐらい経って、うん、この外国人の方が戻ってきて、うん、サッシーになんか、切れながらよ、うん、ヘイっつって、うん、なんかバン肩とか押して、そうなんか20分ぐらいその場所をさまよった挙句何もないから、うん、サッシーのとこ戻ってきて、うん、お前嘘ついてんじゃねえよ、お前何してんだよてめえっつったら、うん、サッシーずっと隣のスムージー美味しいよって片言で言いながらこの外国人バカにしてんのよ。そうもう呆れて外国人帰っていく。サッシーダメじゃん。もうサッシー本当にクズだな。クズ、クソだったな。いやでもサッシーパチンコがすごい好きでさ、うん、あのサッシー最近どうよっつって、うん、あのパチンコっつったら、なんか最近1000円で12万やりましたっつって、やばいなサッシーお前っつって、うんうんうん、で俺そのままサッシーに飯をおごってもらおうと思って、うん、あのまあ先輩だけども、先輩だけど、うん、サッシーが勝ったから、うん、もうサッシーに飯を、俺も思ったよがクズだからね一応、うん、まあまあまあ、サッシーに飯をおごってもらおうと思ってさ、サッシーごめんちょっと飯おごってって言ったらさ、うんうんうん、あのすいませんあのなくなっちゃったんですよって。お前昨日だろお前ちょっと1000円で12万勝ったの。おうおうおう、いやあれ1日で嘘なんですっつって。なんで、なんでさクソすぎるな。なんで嘘ついたのサッシーっつって、うん、もう最近もあいつパチンコ屋で見かけたんだけど、うん、俺ねずっと後ろうろうろしたり、うん、おおって後ろでね、うん、パッと気づいておおとか言ってたのよ、うん、パチンコに集中しすぎて俺のこと全然気づかなかったあいつずっとおおって言ってたの。いやパチンコしてる時のサッシーはあれだよ無敵だよ。覚醒してんだもん。覚醒してるから何も聞こえない。あいつの中でキュインキュインキュインってなんかなんかそう、あ、ゆうとくんからね、うん、このラジオってどこでやってるんですかっつって、ああ FM うるまっていう場所で、うん、石川の場所でやってます。石川の上がり山で、はい、上がり山という地域ですか。はい、ここはやってるんで。なるほど。ぜひ、朝しやばいとかね、はい、ゆうこちゃんも、あ、そんなことにスムージー使わんでってな、さっしーに言っときますよ。これサッシーのせいだから。いやでもな、うん、美味しいよな、はい、スムージースムージースムージー美味しいよ。急に急にスムージー急に。いやでもちょっとさ、うん、最近あの私グリーンスムージーっていうの飲んでまして。あなんだっけそれ、なんか小松菜を使ったスムージー飲んでて、うんうん、まあダイエットスムージーみたいな感じだと思ってるんだけど俺、うんうんうん、いや美味しいわけ正直、うん、飲んだことある？
ない。ない、うん、次飲んでみて、本当にグリーンスムージー。俺ね、このお前がグリーンスムージー飲んでるよっていう噂を聞いて、うん、俺も飲まなきゃいけないと思って、うん、作ってって言って、うん、小松菜出した瞬間に、すいません、やめてくださいいやだからグリーンスムージーはやっぱその作る瞬間を見ちゃびっくりするよな、うんうん、あのね、あれに入れるさ、あんな葉っぱ入れるっつってな、ミキサーに氷と一緒に入れて、うん、バババババってなるさ、うん、あの瞬間結構えぐいよな。そうで、やっぱ作ってってなった時に、うん、パイナップルを混ぜたら飲みやすくなる、うんうん、いや飲みやすいよだいぶって言われて、うん、俺もパイナップル混ぜてくださいっつって、うん、ちょっと飲みやすくしてもらって飲んだ。飲めた。まあまあ飲めただからあれさ、そのもうなんていうの、飲んだ、美味しかった。ちょっとね、俺あのウリンズン桜のヤースーさんに飲ましたわけ。うん、ヤースーさんに飲ましたから、ちょっとお前俺に芝生食わせてんじゃねえよとか言って、お芝生芝生の味しますかっつって、お、いや美味しいんだけどね普通に。どうなの、甘いの。甘いという、グリーンスムージーのみ、うん、小松菜のみでしょ。あ、俺は違う、グリーンスムージーともちろんパイナップルも入れてるよ。あー、なるほどね、うん、パイナップルとバナナとで小松菜入れてる、うん、パイナップルジュースか。じゃあ、まあ、飲みやすいのかな、うん、そう、うんうん、美味しいよグリーンスムージー、みんな飲んでみてください、ね、飲んでみてグリーンスムージー、うん、ね、そうだな、うんうんうん、タピオカとか入れてくれないかなクイックリーみたいなってしまうな。いやだからやっぱそのクイックリー感をちょっと出してもいいのかなって最近思ってきたけどね、うん、なんかでも最近このスムージーの方に教えてもらったのが何だったかな、うん、なんだっけ、あのちょっとね種みたいなやつがあって、うん、それを水にふやかすと、うん、ぐっと溢れるの、溢れるっていうか、あーなんかわかる、わかる、聞いた俺も。コンドロイチンみたいなやつなんか名前的にコンドロイチンはなんかぬるけぬるやつ、名前なんだ。チアシード、違う、全然違うやないよ、コンドロイチン。なんでコンドロイチンって。お前そうそうそう、なんかそれがだいぶいいみたい。へぇ、腹満腹感を得られるんだって。あ、そうなんだ。そうそう、膨張して、うん、それぜひ飲んでみて。チアシード、チアシード。あ、そうなんです、うん、いやでも俺満腹になっちゃったら眠くなるからな。あ、ダメだ、危ないよ。危ない危ない危ない、うん、ちょっとお腹空いてるぐらいがちょうどいいんだよ。腹八分ぐらいが、腹八分ぐらいがちょうどいいんだよ。腹八分ぐらいチアシード飲め。いや、なんで俺チアシード飲まないといけないの。まあ、チアシードもちょっと飲みたいけどな。チアシードな、見た目グロいけどな。さあ、ということでこの音が流れたということは、はい、海の空、海の声が流れました。海の声が流れたということはね、はい、もうそろそろ終わりの時間なんですけども。早いな、早いな。朝もやっぱ早い、朝も早い、夜も早いよ。これね、8時に聞いてる人いるのかな。な、聞いててね、みんな本当に聞いてて、ちゃんと。さあ、ということで、はい、ちょっと聞いてしまったよ、海の声を、聞いたな、うん、はい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 。じゃあちょっと告知とかする。はい、告知しちゃいましょう、うん、はい、しましょうね。はい、よろしくお願いします、はい、4月3日日曜日の15時から、はい、お昼3時からですね。お昼3時から、はい、オーシャン単独ライブ、オーシャンフェス最高は一つじゃないを開催します。はい、場所はどこですか。場所は吉本沖縄花月となっておりますので、皆さんぜひ見に来てください。本当にチケット我々持ってますので、はい、よろしくお願いします。単独ライブですね、はい、オーシャンの単独ライブですよ。もう単独ライブですから、もうやっぱそれなりにね、こだわってるんですけど、うん、そうそうそう、いろいろとこだわってますよ。よろしくお願いしますね。マジでこのツイキャス見てくれてる方たちはみんな来てほしいな。うん、うん、みんな来てね。ね、でも県外からも見てる人いるでしょ。そうそうそう、ね、県外からも来て、県外からね、呼んだらね、ラジオ聞いてる方もね、ぜひ見に来てください。お願いします。お願いします、はい、お願いします。さあ、ということで、はい、はい、もうな、ないかな。まあ沖縄国際映画祭のちょっと告知なんですけども、うん、はい、今回4月21日から24日の間ですね、うん、はい、そうです、21、22、23、24日間ですか。4日間でね、4日間の間にね、やるんですけど、会場が7つございまして。そう、もうめっちゃ多いな。7つあるね。豊見城、那覇市、浦添市、宜野湾市、北谷町、沖縄市、北中城村ですから。おー、いや、めっちゃあるな。この7つの会場、うん、でもう沖縄国際映画祭を、島全部で沖縄祭をやるらしいんで、うん、はい、うん、もう僕らもね、いろんなとこいると思うんで、はい、よろしくお願いします。マジで声かけてサイン求めてください。サインだな、とりあえず喜ぶんで。喜ぶよ、はい、サインね、くださいって言ったらもうすぐ書きたがる、はい、サインペンは持ってますんでね書くために。ペン持ってるんですよ。そう、
あとはもう色紙だけ持ってきたらもうサイン、はい、書きますからね。お願いします。そう、ミータンは北中城もなんだ。あ、地元なんだ。ミータンライカムの方だよね。あ、ライカムでやるから。ミータン北中城の人なの。へえー。シンタンも北中城だよ。シンタンっていうの。うんうん、シンタンもね、4月3日休みなのに予定。ああら、あ、惜しいな。あ、オーシャンさん見かけたら声かけ、声かけて、本当にマジで声かけてください。うん、オーシャンさんだって。もういいよ、うん、オーシャンだーがいいかな。全然オーシャンだーでいいです。うん、新規さんの一個下、俺の一個、俺の一個下なの。ミータン繋がってんの。まさか繋がってんの、シンタンと。北中、まあ一個下だから北中じゃない。北中だな。一個下って言ったらもうやんちゃパークの集まりだ、あいつら、ね。うん、見たらわかるかもしれない。ねえ、よろしくね。ありがとうございます、はい、さあ、ということで、はい、ね、まあなんかほのぼのとやっちゃいましたけども、はい、はい、またまた、じゃ あ, あの来週お会いしましょう。あ、じゃあ最後にこの情報来ました、はい、お兄ちゃんが新規さんの同級生です。誰だ。誰だ。まあ後からじゃあちょっと聞いてみましょう、個人的に。はい、ということで、はい、本日もご視聴ありがとうございました。ま、それでは行きましょう。オーシャン応援団こんなラジオ嫌いじゃない。あ、でした。